のりかゆうせいです。今日は10月の22日、昨日うどんターニーに到着しました。ということでこれからうどんターニーの街を散策したいと思います。それではレッツゴー。ちなみにうどんターニーはイサーンの地域にある都市で、人口が160万人ぐらいの町です。というわけでこれからトゥクトゥクに乗りたいと思います。はい、ではトゥクトゥクに乗りました。これから中国とタイの文化センターに行きたいと思います。で、60バーツで行ってくれるみたいです。というわけでまずやってきたのは中国タイ文化センターです。こんな感じ。ここはね、入場無料らしいです。では早速中に行きたいと思います。ここは中国からうどんターニーに移り住んだ人たちの歴史について、展示されている博物館のような場所です。というわけで博物館の中に入りました。でね、説明の表記がタイ語と中国語とあと英語で書かれています。中国からうどんターニーに移り住んだ人たちはここでビジネスをね、たくさん立ち上げたみたいです。この博物館には孔子の思想にまつわる、展示もあるみたいです。ここからがね、多分そうだと思います。この辺は、プレートの文字もそれから説明のね、音声も全部タイ語なのでよくわからないです。さすがにいくらタイ語を勉強しているとはいえ、難しすぎて何を言ってるのかさっぱりわからないです。ここには論語が展示されています。学校で勉強しましたね。でも論語と詩曰くしか読めないです。ここにはこんな感じで中国の、庭園も広がっています。でね、この感じはね、日本とすごく似ていますね。あの水を使った、庭の作りとか、あとはしだれ柳がある感じとか、あと鯉がいる感じ、これはね、中国と日本すごく似ていると思います。こちらもすごく素敵です。で、やっぱりね、ここも日本とすごく似ているなと思います。この水の感じ、そして岩の感じ、苔の感じがね、あの日本の庭園と、すごく似てて、ちょっと懐かしい雰囲気があります。続いてこちらでね、中国茶をいただこうと思います。あこんな感じでね、いろんなお茶を匂い嗅がせてくれて、試させてくれます。それでは中国茶いただきます。何のお茶か分かんなかったんですが、結構香りがいいです。フルーツ、桃みたいな香りですね。続いてうどんターニーで有名なお寺に向かっています。でね、またトゥクトゥクに乗って今度は80バーツで行ってくれるみたいです。80バーツは日本円でだいたい310円です。では有名なお寺ワッポーティーソンポーンに到着しました。ワッはお寺という意味なので、ポーティソンポーン寺という意味です。でね、このお寺は、ここが茶クリ王朝のラマ5世の時代に建てられたお寺です。ちなみに茶クリ王朝というのは1782年に始まった王朝で、今現在も続いています。で、そのラマ5世の時代に建った建物なんですが、今現在はラマ10世です。こちらの仏塔自体は2008年に作られた割と新しい仏塔です。まあ、そもそも結構ね、歴史の長いお寺が多い中、このお寺も1906年に作られたということで、比較的
タイの中では新しいんじゃないでしょうか。それではこれから仏塔に登りたいと思います。でこんな感じでね、2008年にできた仏塔なので非常に綺麗です。ちなみにこっちからね、今声が聞こえると思うんですが、こっちではお葬式をねやっています。タイの仏教は上座部仏教で、日本の大乗仏教とはまたちょっと違います。で、ね、日本の仏教は中国から来たんですが、このタイの仏教はスリランカから来ました。というわけでね、また別の場所に行きたいと思います。ではウドンターニーで一番大きい公園、ノンプラチャック公園にやってきました。ここはねアヒルが有名です。アヒルが有名といっても、動く動物のアヒルじゃなくてこれです。見えるかな、有名なアヒルのところにやってきました。こんなに可愛いアヒルがたくさんでね、普段はこのボートに乗ることができるんですが、今は雨の季節で、ボートが出ていないそうです。この公園沿いはたくさんマッサージ屋さんがねあります。本当にすごいです。でね、こんな感じ、もうねここの道ずっと奥までねマッサージ屋さんになってます。そして客引きもすごいです。さっきここで1時間200バーツのタイマッサージを受けてきました。すごく痛かったです。どこを押されても痛かったです。というわけで私たちも自転車を借りてね、湖一周したいと思います。で、この2人乗りの自転車で40バーツで、こっちは20バーツ1時間ですね。というわけで人生初の2人乗り自転車、おお結構怖いです。そして夕暮れ時の湖はすごく美しい。というわけで一旦一人用の自転車に交代しました。彼女らはね二人乗りで楽しんでます。見えるでしょうか、対岸にはねウドンターニーの文字が、ライトアップされています。今気温が多分25度ぐらいなんですけど、本当に過ごしやすいです。昼間はねだいたい30度32、3度まで上がるんですが、夕方になるとね一気に涼しくなって、本当に自転車漕いでると気持ちがいいです。それでは、今日はウドンターニーの街をね散策しました。ではこの動画はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。